おさん、おはようござい,ますいや今日はですね昨日かあの熟成さんの新事務所に泊まらせていただきました新事務所はですね泊まれるんですよまあ布団持参してきたんですけど広いですね広い <laughs> 泊まっていいですよって言わ,言われてたんで 有限実行で止まりました <laughs> <laughs>。有限実行で止まらせていただきましたね。まあ、今回ね、愛情と金にしましょうか。愛情と金。その、まあ、愛者、愛者と金にしようかな。愛者と金にしようかな。まあ、どうしようかな。まあ、愛情と金ですかね。うん。あの、愛があれば、 金はいらないみたいなね。金がなくても愛があればみたいなあるじゃないですか。あ愛があるんだったら金稼げばいいじゃんっていうね。<laughs> どうですか金、なんだろうな。そういう言葉ありませんか金がなくても愛があればみたいな言葉あると思うんですけど、いや、愛があるんだったら金を稼げばいい,い,いじゃないと。だ愛してる人のためにプレゼント買ってあげるとかね。愛してる人,の愛してる人と一緒に旅行しに行くとかね。 愛する人といっぱい思い出作るとかね愛してるんだから金稼げばいいじゃないですかそれはまあこれちょ,ちょっとねちょっとどぎついかもしれないですけど愛してるのに愛に逃げているっていうな,なんだろうな愛という言葉に逃げているっていうね <laughs> きつい言葉ですね <laughs> 愛という言葉に逃げているっていうね うん、愛を武器にして金を稼ぐことから逃げているっていうことも言えるんじゃないかなと僕は思うわけですよ、うん、久保さんも大和君が愛してるはずですだから、ね、トミカトミカモノレール全種類ですかおもちゃ買ってあげたりとかね一般の人が行かないなんだワールドスクールですか にってねやったりとかうんそうだ愛車とかも僕僕車好きの人する車が好きな人じゃないと多分この気持ち分かんないと思うんですけど車を愛してる車が好きだからこそ車にお金かけるんですよ うん、これ車好きな人じゃないと分かんないと思いますけど車が好きだから車に金かけるんですね、まあ、当たり前なんですけど <laughs>、ね、だから釣りが好きな人は釣り道具買うじゃないですかどうですかゴルフが好きな人はゴルフ道具買うじゃないですか、まあ、すげえシンプルなんですけど <laughs> うん。な好きだから買うし嫌いなもの買いますよ逆に 逆を言うと嫌いなものにお金突っ込みます僕嫌いなものにお金はもう突っ込まないですよ。いうか突っ込まないですね、大した、まあ必要なも。嫌いでも必要なものを、ねまあ、その電気代が好きかと言われると、電気代は好きじゃないですけど、必要なんで払いますけどガスが好き、ガス代が好きなのかと言われると、うん、好きじゃないですけど、払いますけど、うん。だから好きじゃなくても必要なものは払うけども、それ以上に払うもの。 必要以上に払うものっていうのは好きだったりとか愛してたりとか自分がこうのめり込んでいるものにはお金払いますよねでもお金,を払わなお金を払わないっていうことは本当に好きなんじゃないんじゃないかなっていううん好きだからこそ時間も使うし好きだからこそ金も使うしだからそのね あのその昔、そのランボルギー、年収200これ、多分パイセン t v だったかな、p y t h o t v YouTube でまだあるんですけど、多分ね、あるかな、年収200万の音がフェラーリ買うみたいなね、なんか動画があってね、番組が、年収200万でも好きだから、フェラーリ乗ってるんですよ。だから、フェラーリ乗るために、め,めちゃくちゃ節約してるんですよね。めちゃくちゃ節約してる。なんか、その人も、 あの会社からし会社の支給される飯いっぱい食べたりとか,なんかその会社の,そのなんか使えるもの使うみたいな <laughs> いや僕もあの使えるものを使わせていただいております <laughs> こうホテル代タダですからホテル代タダなんです <laughs> ありがたい <laughs> ありがたいですね <laughs>、まあ、寝れりゃいいですからね寝れりゃ なんかあの高級ホテルのふかふかのベッドじゃないとやだとかねまあねね別にそ,そんなの僕はあんま気にしてないのでそこは好きじゃないですそ,そこまで好きじゃないです、ね、たまにはいいですけどたまにはいいんですけどそんな毎回いらないですからね でもあのすげえ気持ちよく寝れましたよ、まあ、布団持参してきたんですけど、布団持参してきて、しかもその布団もね、僕、あの2枚、敷布団、敷布団2枚持ってきましたから、あの快適に一応寝れるように <laughs>、敷布団1枚だとちょっとペラペラなんで、ね、2枚持ってきて、そう、あの圧縮袋、あの布団圧縮袋に圧縮してね、Z に詰めましたよ。<laughs> で一応もうこの布団はここに置いとこうかなと思って <laughs> <laughs> ここに置かしてもらおうかなっていや福岡いいんですよ福岡ね久保さんいいっすよ福岡はねちょっと走ると車でちょっと走るとまあその都会だしちょっと車で本当にちょっと走るとめちゃくちゃ綺麗なとこいっぱいあるんですよ福岡いいっすね だ鹿児島の事務所を探し,探してる時に、ね、福岡も検討してたんだよ、僕は、うん。福岡はね、すごく全部揃ってるみたいな。車があると本当にね、うん、いいっすね、福岡は、うん。物価も福岡安いんですよね、うんまあ東京。東京が高すぎますよね、本当に。本当、東京がバカみたいな。 いや本当ねあの、僕いつも思うんですけど、まあ、これずっと言い続けると思うんですけど、まあ僕は、僕のライフですね、僕のライフスタイルは、マ、まあ、久保さんもね、まあ、都会ではないですよね、ねまあ、どちらかというとねい、田舎だと思うんですよね。で、田舎でネットで20万ぐらい稼げるようになったら余裕じゃないですか、まあ、なんだろうな。 あのー、まあ家族いて子供が何人もいるって言ったら20だったらきついかもしれないですけどまあ独り身ですよね独り身で独り身だったら20あって田舎だったら余裕だと思うんですよねマジでマジ余裕ですねうんまあ車高級車とか乗るとかだったらちょっと別ですけどねうん軽自動車だったら余裕じゃないですか20あって田舎で軽自動車だったら多分余裕だと思いますよ うん、でしかもまあネットで稼ぐその20万がネットで稼ぐんだったら時間的自由もすげえあるしすげえのんびりライフを過ごせると思いますしそう今日はね久保さん長崎行ってくるんで僕長崎春っかなっ長崎行ってきます長崎 <laughs> ジャパネット高田行ってきますジャパネット高田 <laughs> させぼ長崎 久しぶりに長崎行きますね。うん、楽しみですね。だこれもね、だって今日月曜日だから普通のサラリーマンの人だったらあれでしょ今から仕事だわみたいな出社だわみたいな話でしょもうちょっと長崎行ってくるんだよ今日。 大事ですよお金はね、まあ、久保さんも最後言ってましたけど、いや、本当ね、あの僕と久保さんぐらいにはなれますよ。ね、前澤社長になれって言ってるわけじゃないんですよ。いや、前澤社長クラスになるのはね、いや、本当に一部だ、孫正義さんとかね、前澤社長とかね、なんか、あのー、なんだ、エイベックスの松浦会長とかね、あのクラスはね、誰でもなれるっていうは言えないと思いますけど、どうですかね、久保さん。 エベックス松浦会長レベルとか、何前澤社長レベル、孫正義レベルになれるかっていうと、あと、ビル・ゲイツとかね、なんや、どうすか、そこはちょっと僕はね、もう難しいと思うんですよ、さすがに。ビル・ゲイツになりますビル・ゲイツにはちょっと、なかなか難しくないですか。うん、いや、でも本当に久保さんと僕あたりぐらいだったら、頑張ればいけますから。 いや僕もね思いますもん自分で自分が不思議だなっていう最近最近特に思いますねだ借金返してからかなり結構やっぱ楽になってきたんですよねだからすげえんか心の譲りもやっぱ出てきたしまあ、やることはやりますよまあ今月も商品売りますけど うんまあそれもまあ僕はもうずっと商品売ってきてるから、まあ、それも別に水道をひねるみたいな感じなんで、ね、水が必要だから水,をひ,、ね、水道をひねるぐらいのなんかまあ別にそんな難しいことではなくなりましたのでしっかりやってって感じですね仕事やってみたいなうんまあやればできると思いますけどね、まあ、できないと思うんだったらできないですけど 僕,とく僕は、まあ、他のね、まあ、このね鷲津さんですよここの,新この事務所を借りあの新広い、ね、目の前にソファ 20, ソファ 20, 万,の20万のソファがあるんですけどもソファ20万ですね <laughs>、うん、まあその鷲津さんとかね、まあ、他の塾生さんもそうですけどで最初からできたのかっていうと いや最初できなかったですからね、まあ、久保さんもコメント書くしかできなかったし <laughs> だそういうのを僕は現場で見てるし、まあ、実際にその現場で見てるしその現場でも,うもはやもう事務所泊まってるからね僕塾生さんのお風呂沸きますよ <laughs> 勝手にもうお風呂で <laughs> お風呂沸いちゃいますよお風呂沸いちゃうんですもんいや前はねそのなんだ 前の鷲津のさんの事務所にも,もう7回か結構行ったん、まあ、撮影し,てしに行ったんですけどこの机とか置いちゃうと、まあ、撮影はできるんですけど人がもう寝るスペここはもうめちゃここも広いし,ここも広いしでそっちにも部屋があってでも寝れるんですよ別にここでも寝れるし向こうでも寝れるしキッチンのところでも太い日は寝れるし結構ひすげえ広いんですよ。 快適っすね多分ねここね、まあ、この机をどかしたら1 2 3 4 5 6 7 8, 8多分ね10人ぐらいは寝れますよ多分布団引けばこれ机をこうちょっと横にやれば普通に10人寝れますね全然広いうんベランダもねでかいんですよベランダもでかいし 風呂はあるしねそう風風呂風呂もあるし <laughs> なんなんですかね <laughs> 熟成の新事務所に勝手に寝てるっていうなんなんだろうこれ,これ久保さん不思,議で不思議じゃないですかこれ不思議不思議発見ですよ完全にこんなこともあるもんですねねえ久保さん 人生本当に何があるか分かんないですよ。僕はあのもう5年か6年前かなもうそんぐらい経つんですけどここのね事務所オーナーのね鷲津さんがセミナーに来てね鷲津さんがセミナーに来てなんかペコペコしててスーツ着てペコペコしてて「よろしくお願いします」みたいな感じでね右も左も分かんなくてね1人だけスーツで浮いてたんですけど「よろしくお願いします」 で一生懸命こうセミナー聞いてるんですよ <laughs> 目を目をパシッってやってでも何も分かんないですよ何も稼げてないですよね <laughs> うんまあ今となってはねもうもうもうその発信も余裕でできるしまあ商品もね普通にこう売れるようになったしうんまあでもやっただけですよ単純にやっただけですよ本当に 本当にやっただけ。<laughs> 何の魔法もないです。やっただけです。うん、やればいいのになと思いますね。やれる環境なんだから。今、ロシアでね、ロシアのあそこにいたらやれる環境じゃないですよ。すみません、戦争だからできません。あい、それは無理だよねってなりますけど。日本にいたらできるでしょう。鷲、う、津、ん、さんもしかも今はサラリーマンですからね。 今日も多分会社出社すると思いますけど、サラリーマンですから、いまだにサラリーマンですし、サラリーマンやりながらやってますからね。うんでもそれでもやっぱ、もう1億売り上げ作りましたしうん、時間ないですよ、鷲津さんも。まあ僕,僕、僕よりないですよね、それはね、当たり前なんだけど。 いやー何が起きるかわからないもうとりあえず風呂入ってきます風呂いってらっしゃい